それでは地獄録工場 C の5、最後のパーツを探せ、ね、お化けに奪われた時計のパーツはあと一つじゃ。それはプロペラ、何としても取り戻すのじゃ。行くぞ。待っておったぞルイージ。時計の針を取り戻してくれたおかげでゲートを開くために必要なパーツはあとプロペラだけじゃ、ね、ダークムーンのかけらはまだ時計塔の上にあるんじゃぞ。だがそれもいつまでかわからんから急がねばならんのだ。時計工場の東側、お化けたちが活発に動き回っているようじゃ。ということはじゃ、君もそこが怪しいと思うじゃろ。はいかイエスか。お化けたちがドアを塞いでしまっているようなのじゃ。ふえふえふえ、心配するでないルイージ君。このわし天才オヤマーに任せてもらおう。5号カメラの出口があったはずじゃからの、転送先を、ね、ちょい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 と変更すれば、ね、よし問題ない。ちゃ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 じゃ。そしてこれが最後のプロペーラー。すくすく準備はいいか。行ってくるのじゃルイージ君。お、なんか血管浮きまくりのやつがいる。あわわわ、なに、ルイージではないか。やばいやばいやばい。よし、あっちに逃げるか。おっと、これキノピオ回収機じゃねえか。キノピオおるな。なんか中途半端。2匹キノピオいたとこがあった記憶はあるんだけど、ここじゃなかったよな。2匹キノピオは、いや、とりあえずね、宝石は見えてるわ。こっちか。届かない届かない。なんかぶっ飛ばせるの。ライト、風、これはあれか、キノピオをここに連れてきた時に回収する前にキノピオをぶん投げるのか。そんな感じやな。どんな感じ。さあ、動力、伝達室。下に参ります。あわわわわわ、いたいた、ビキビキ。さらに奥に、なんか上下がすごいことになってるね。格納庫、さらに奥に、いや、あそこに隠してんのか。ここに隠しておきましょうよ。やばい、見られたかもしれません。あー、閉じられた。雑な閉じ方。ヤロー。ヤロー。ハロハロルイージ君、プロペラは手に入ったかにの。逃げられたじゃ。君ともあろうものが何をしとるんじゃ。ね、東に逃げたんじゃね。格納庫じゃ。はて、どうやってその部屋に入るんだったかの。キノピオくんじゃ。キノピオくんならその部屋への入り口を知ってるはずじゃと。制御室で作業したはずじゃがの。一遍帰るんじゃ。帰るっていうか、もう上に戻れませんけど。ベルトコンベヤーがあったからあの奥はそもそも行けなかった。最終的にあれだね、プロペラ取ってあそこで帰ってくる。まあ記憶にはございませんけど。あー、コインにあふれる。俺はこれでここまで稼ぎましたみたいなね、詐欺師の広告によくあるやつ、コインベアみたいな。
しまってんのかな。なんかダークライトが反応してる。上がつながった。よし、行ってみるか。まあ三角じゃなかった。 X なんもねえじゃん。三角ってなんだよ。プレス世界だ。お、ボーナスステージじゃねえか。おお、赤コインを集めろ。これこっち行ってる余裕ある。まあなくても行くしかないんだけど、これどうすんの。ギリギリあそこをラストに行くところだったんだ。順番間違えたね。だがセーフ。あ、宝石あぶねえ。おっと、いけそうだよこれ。漏れなしでいけそうだよ。と、ゼーフライト。なんの意味もないよね。なし。こっちに参ります。貨物エレベーター。うわ、上金出るぞ。気をつけろ。あれして、下に行けないんじゃないこれ。金の回収ができん。金回収ができん。ギア大きい。そうはならんやろ。あー、途中で降りるのか。しまっとる。ブブ。ここだ。誰だよ。あ、おかしくない今。感性の法則無視して直角に落ちたろ。風雲竹市場じゃあるまいし、風雲竹市場には感性はあります。チュー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 、うるせんだよお前ら。おばけんやーい、出ておいでー。無限は来て怖くね。ちょっとプレイが雑になって、お、よくドラクエとかでもさ、落とし穴に落ちないといけない場所とか宝箱を取れない場所ってあるじゃん。つまりそういうことだよ。わざと落ちたの。パーフェクト中。あ、でも次ボスであること考えたらこのマップで全部集めきらない。ドー、すごい跳ねるよ。ここやね。うぜ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 。おわ、なかなかえげつないな。カリオストロの城が起きそうだ。クラリス見るんじゃねえ。開いてる？開いてるわけじゃないのか。にしても暗いの。下もあるじゃん。爆弾もあるじゃん。そっちょ、消えるもん置きすぎじゃない爆弾。やった。ちょっとお金が欲しい。こいつ、描くぞ。
とりあえず君動こっか。逃げろー。思った以上の爆発力。これ以上いけない。ここ帰り道だね。これは上から乗るっぽい。俺も掃除機で金を集める仕事したい。なんか裏ある？あるはあるけど、ないものなんだ。これこのままほっとくと死ぬのかな。割と大丈夫だった。しょうがない、気になるんやもん。よかったねルイージ君、カリオストロ伯爵にならなくて。よかったのルイージ君。やってる。調べられない。何がある。やったやったぜ。いい、見られてしまった。デリアン恥ずかしい。あ、見ないで。じゃあ、楽しそうな反射、乱反射ですね。ただあの視界があんま良くなかった。まだ暗いままだけど、まあまあ、おかげさんでテレサを。まだある。なんか反応した。雑な矢印隠さんでええから。お、開いてんじゃん。鍵が目に見えてある。え、何耐えてるか。おいえーい。全部回収。おお、ダーツだ。日本列島ダーツといえば所さん番組。あれ上の方にも隠れてなかった。明るくなったけど、さっき上に隠れてるやついた気がするんだけど、どうなったの。そこの隙間はダークライトで隠れてるわけ。上繋がってないからダークライトかなと思ったけど、倒せてねえし。視界が取れないって最悪だと思いませんか。これだけやね、来る意味ないレベルだね。よし、あれも放置してたら大変なことになるのかな。で、さっき手に入れた鍵は、
反応しないな。ここの左のところかな。正解。これで何人が落ちた？おう、そうはならんやろ。ナクラがいい。ああ、こんな感じになる。おお、キノピオ君発見じゃ。おめえすぐ閉じ込められんの。さあ謎解きか。あーそういう謎解き。あここには隠れてる。ここにも隠れてる。あのお金は微妙に届くような届かないようなそんな感じ。いつまでも金を拾えるような気がしていた。よっダメ。あれキノピオぶん投げるのか。ここの奥があるのにいけないね。 X でこれあれだな、キノピオをぶん投げるやつだな。なんか記憶に覚えがあるわ。じゃあ助けに行きますか。はい、雑ですけどこれぐらいでやろう。お、開いてんじゃん。キノピオ復活の時。お、キキノピオくん、お前すぐ突っ込んでくるな。マリオだよ。あ、リーチさん、こんなところで助けてもらえるなんてまだ夢ないですよ。博士が私を心配して送ってくれたんですね。違う、そうですか。どうせ私なんて、はい、何ですか。トラペラー探しに、お化けがそれに格納庫、私に入る方法を決めたんですか。はあ、そうですか。格納庫に入るときはドアの前にあるゴンドラに重りを投げ、俺そうすればドアから中入れるようになります。私の心は歯車に押しつぶされそうです。怖いのはコリコリですよ。リーさん、一人にいないで。おいおい、このキノコ、そこの金ちょっと取ってこいや。行くぞ、角度 OK、 発射。発射されない。あ、された。なんだよ、全然高さが足りねえじゃねえか、こいつ。あれ取れねえぞ。全然いらねえけど。あ、頑張れ、頑張れば。あ、ここから行けば。正直時間の無駄だけど。キノピオが急に上から現れた。お前は何をやっているんだ。どうなってるんだ。キノピオアタック。また無限じゃない。緑色。こいつは赤なんだよ。赤まで溜めるだけ。ああ、全然うまくいかないか。おいえい。キノピオ君、泣いているのかい。じゃあ、ほら、行くよ。カマン。カマン。キノピオ君の準備は OK や。発射。そうはならんやろ。俺回収してー。楽しそうじゃないんだけど。
おいえーい、いるぞキノピーよ。キノピオファースト。俺はいつだってキノピオファーストだから。あいつ来ねえな。何してんの。いるぞ。そういうことか。お、やったぞ。あわわわわわわわ。ガスが足りない。いや、あいつ盾と武器持ってやがる。ああ。ダブルで盾武器持ち。帰っておいで。よし。よし、行くぞ。カモン。この下が行ってないよね。まあ行く必要はなさそうな感じではあるけど、キノピオだけなら落とせそうだけどね。おお、すげえ体力ある。いらねえけど。体力満タンですから。体力は満タンの時は10コイン扱いになるといいのにね。さあ、ということで。おお、いるじゃん、ボス。おい、キノピオ君を連れて行かないでおくれ。こうやってさ、ボス系のやつがさ、ボスクラスのやつがさ、戦わずにこうやって横から見てるだけのシーンってよくあるじゃん。でも実際はザコと一緒にかかってくるボスが一番強いよねっていう。ね、ドラクエ6もアクバーが一番やばかった。ボスのくせにザコ呼ぶのやめろよっていう。無限じゃねえか。マックからの一気に抜けてるけど、キノピオ君ちょっとうざい。おー、久しぶり。さすがに面倒くさいね。回避優先すべきなんだよね。安全に君は。キノピオ君捕まってるけど。まあいいか、ボサみたいなね。あれ、もうボスとも戦えるけど。聞いとけよかった。もうボスと戦えんじゃん。じゃあ、しのくか。あ、君倒さないと終わらないやつ。全員倒さないと終わらないやつ。じゃあ、あとはもう回収して終わりか。
お化けの猛攻を乗り切ったな。さすがはルイージ君、わしの見込んだ男だな。さあ早く回収して帰ってくるんじゃ。えから行くぞキノコよ。キノコのこの子元気な子。よし。あれ？何？重さが足りない。うん。キノコをあそこにぶち込むのが正解じゃないよね。あかんね、高さが足りんね。あ。よし。オッケー、行くぞキノコ。さあここに最後の宝石があるはず、ね、一つの宝石はあのルイジ転送のルイジじゃないキノコ転送の前に取れるはずなんで、ね、ここに最後の宝石があるはず。調べるが出てる、向かい後ろから調べれるのやめろ。あれ、ここに隠してなかったっけ。普段と違ってキノコの音がある。ああ、あったあったあった。こういうことね。キノコを上にぶち込んで回収きてしてきてもらうっていうことだ。ん？どうだあれ？ちょっと邪魔やな。ここか？お、開いてんじゃん。行け。うん。じゃあ帰ろっか。はい、ほいや。あれ、しかし宝石、ここにあると思ったんだけどな。自力で来いや。そこで喜んでないで。やりましたよ、ルイジさん。ここから出ましょう。貨物エレベーターですかね。連れてって。かまい。最後のキノコの宝石かな、ここだと思ったんだけどね。見当たりまへんな。な、ないもんはしょうがない。お前は止まれるんやな。んだよキノコ。はい、ほい。さあということでこれをこっちに。やったぜ。しかし出てこなかったけど、一つ足りないはずなんだよね。今 X って出たんだけど、どこだこれ。こ、あー、覗ける意味あるのかと思ったけど、意味はないけど、まあ覗けるってだけだね。宝石があってここで見れねえのか。マイナス。Y。フロア変更。宝石が現在は見れないんだね。じゃあ、いっか。じゃあ、お前、帰るぞ。よいしょ。じゃあ、僕、帰るから。
さあ、これであとはボス戦だけやな。キノピオ君が戻ったぞ。仲間との再会を喜んでいるようじゃ。君もすぐに帰ってくるんじゃ。おいえーい。25分結構かかったね、まあ、金稼いでるから意外に3までもいけない。ただまーちゃっちゃちゃっちゃしちゃるかな。お疲れさんじゃリージ君。回収。あれキノピオがいないんじゃないですか。宝石が3つ、残り1つ。テレさん、さあお金、確か2万がラストだったと思うんだけど。レードはほらもうなくなった。さあオバキュームのリミッター解除、吸い込み力アップじゃ。またもや新種のお化けを捕まえてきたやつだ。血管浮いてるやつだ。体の形は前に捕まえたやつと似ておるが、妙な模様が浮かび上がっとるの。なんだか強力なやつじゃったな。わしの研究者魂を刺激しおるわい。ところでキノピオ君のことじゃが、絵の中に閉じ込められていたときね、なんでそんなことになったのかさっぱり覚えてないようじゃの。仕方がないやつじゃの。そんなキノピオ君じゃが、慣れきとはいえ君のヘルプができたことをとても喜んでおったぞ。まったく無邪気なやつじゃわい。さてどうぞ。ついに、ゲートのパーツが揃ったの。ようやく時計塔の中に進めるの。なんで今片付けたの。博士に渡して直してもらえる。キノピオ君が何か持っていなかったかじゃと。鋭いのルイージ君、写真データを持っていたぞ。意外にしっかり者なのじゃかな。ペッペッペ。もう少し待ってくれると写真データも解析できるぞ。ほうふうほう。続けるということでね、地獄6工場 C の5、ね、テレサー完了。これでボス倒した後の追加ミッションもいけるね。